って純粋でとても気高いものなのよ。だって音楽買ったりイベントに行くのってお金がかかるでしょ。楽しもうと努力しない人はいないわ。だって今すごく教わった感じがしたからさ、俺もまだまだだなって思ったんだよ。なんだか子供扱いされてる気がする。してないよ。キリト君の心の内を聞かせてくれたら許してあげないこともないわよ。俺ももっとこの VRMMO の世界を楽しもうと努力しようかなってさ。ゲームってのはそもそも単純明快で未知に溢れててもっとワクワクするもんだったよな。うん、そうね。それがゲームの醍醐味ってやつよ。と思ったわ。俺に何か用があったのか。息抜きついでにキリト君と話したいなって思ったの。君と話すのはとっても面白いんだもの。そう。ほら早く座って。またシャムロックのみんなが探しに来ちゃうかもしれないでしょ。
なんだセブン。キリト君って OSS 持ってる？いや、今スバルトエリアの攻略が最優先だからな。OSS を習得する時間がないんだよ。正直なところ、オリジナル技を作ってみたいと思ってるんだけどな。それじゃあ、新エリアの攻略は私たちに任せて、OSS を習得してみたら？そういうわけにはいかないさ。OSS 欲しかったんだけどな。君たちに頼みがあるんだ。町に住む若者が氷山の島の東にある遺跡に行くと言ってから戻ってこないんだ。様子を見に。これってありがとう。この鍵を使えば扉が開くはずだな。
いつでも行けるよ。僕もキリトを見習わないとね。